まあそんな浅田さん、今回なんと福岡の方を来られたということなんですね、はい、なんでなんですかっていうところなんですか、はい、まあそうですね、去年から、まあ、私の家族っていう、まあ、新しいシリーズを、取り組み始めました。やっぱりこのなんていうかな、コロナにがこう世界でこう拡大していく中で、まあね、こうステイホームと呼ばれるように半ばね、こう家にいる機会もあって、で家族だったりとかと長く時間過ごされた方もいらっしゃるでしょうし、なんていうんですかね、仕事にも僕も行けなかったですし、いろんな立場の方がね、それぞれの方でいろんな思いをされたと思うんですけど、その中でやっぱりこう、まあ、大切な方を思ったりとか自分の家族を思うっていう時間も増えたと思うんですよね。そういう中でこう一人の方に焦点を当てて、その一人の方から広がる家族の世界観みたいなことを、なんか自分なりにまたそういう撮ってみたいなっていう思いになっていって、で去年初めて、まあ、大阪で展示した時に大阪の方を2人撮らせてもらったんですけど、で今回福岡で展示させてもらえることになったので、ぜひ福岡で2人、まあ、2組撮らせていただければと思ってご応募いただいた中からこう、まあ、抽選になってしまったんですけど、撮らせてもらいました。実際にちょっとその写真案内していただいても可能ですか？はい、こちらですね。こちらが今回取り寄せさせてもらった福岡のご家族ですね。この方が福岡の方ですか？はい、会ったことあるんじゃないですか？どうぞ。福岡の方意外と、ね、こうすれ違ったことあるとか、意外とね、いやもしかしたら知ってる方もね、いるかななんて思いながら、なんでこの方を、まあ、いろんな方から選ばれたのの理由は何かあるんですか？ちょっと奥行きましょうか、ね、はい。この男性、もう一回質問します。この方を選ばれた理由は何かありますか？そうです、そもそも、まあ、ご応募の段階で男性の方って少ないんですよね。やっぱり女性の方の方が なんていうんですかね、こう写真に興味ある方がいたりとか、でこの方すごくそのメールの文章もすごく熱心で、すごくこうたくさん思いが書いてもらってて、で話をこう一回した時に、もともとこうなんていうんですか、こう居酒屋さんの生まれてらっしゃるんですよ。で、まあ、知ってる方は知ってる今有名なお店なんですけども、そこで生まれてるんで、なんかこうお父さんがすごく豪快だったりとか、もうその居酒屋さんのカウンターで学校から帰ってきたら勉強して、で夜遅くまでやってらっしゃるから、そこで寝て、もう知らぬ間にいつも小さい時に起きたら、寝てるとこをこう抱きかかえて家まで帰ったりとか、まあ、そういうのがあったからこそ、なんかこう自分はサラリーマンになりたいと思って、なんかこうそういう道に行ったりとか、なんかこう話を聞いてると、ぜひ撮ってみたいなっていう思いになって、こう撮らせていただきましたね。見るといろんなねエピソードが書いてありますけど、はい、一番こう印象に残ってるエピソードってどこになりますか？そうですね、まあけどこのカレーがこちら居酒屋さんなんですけど、このカレーが有名なんですよ。でこのカレーはそのお父さんがこう考えられたレシピで、お父さんこうお亡くなりになられてるんですけど、そこからお母さんがこうお店を切り盛りするようになって、そのお母さんが今でも作ってらっしゃるカレーなんですね。で今でもこの宇都宮さんがこう自分でご結婚されて、お子さんも2人いらっしゃるんですけど、でもこう
たまに食べに来てっていうカレーなんですね。なんでこうお一人娘さんからももちろんこういろんなお話聞いたら本当にいろんな家族の話があって、そのこういうねこれから文章では済まないっていうか本当にね誰もがこう小説一冊ね書けるぐらいの人生いろんなことさ経験されてると思うんですけど、そこで僕が印象に残ったのはやっぱカレーの話で、なんかこの家族カレーになんか宇津美さんの家族のストーリーがこう詰まってるような気がして、でまあそのさっき言ったようにここで小さい頃勉強してたカウンター居酒屋のカウンターで、まあ、今まさにカレーを食べているところですね。じゃあもうこれが一個家族のエピソードが詰まった。そうですね、まあ、お一人しか映ってないですけど、ここにはその宇津美さんの家族観とか家族のストーリーがまあ凝縮されているような写真ですね。やっぱりこういう一枚、まあ他にもねちょっと何枚かありますけど、こういう一枚でお一人ででも家族が想起できるような一枚。そうですね、まあ、特にこの私の家族っていうのはこのまあ文章もあるし言ったらこう何枚かこう写真が組まれてるんですよ。けれどもこの文章もご自身に書いていただいたりとか、この写真の下にもこう手書きのご本人手書きのコメントが書いてあるんですね。まさにこう共作をしている感じなんですね。話を聞かせていただいて、でこういうところに焦点を当てて撮るのはどうですかとかっていう打ち合わせをして、で実際に撮影させてもらって、でご本人さんにまた文章も書いてもらってコメントも書いてもらってるので、本当にこうなんていうかな、お互いで一緒に作った作品ですね。だから僕の作品はいつもこう共作が多いんですよね。はい、だからまあ、うん、また別の方だと全く違う作品にもなりますし、結構なんとなくこう土地柄も出てるかなと思いますし、なんか福岡の、ね、お住まいの方だったらちょっとこう親近感を持って見てもらえたら嬉しいなと思いますね。まあ、実際福岡の方を撮られたじゃないですか、はい、どうでした、うん、福岡のご家族の印象。福岡の方のご印象、けどまあね今回2組しか撮ってないんで、福岡にはどれだけのご家族いらっしゃるんでしょうかねなんかそういうふうに思っちゃいました。あ、これだけ、まあ、2組結構やっぱり時間がかかってしまうんですけど、ね、福岡で言ったらもうどれだけ家族いるんだろうなと思って、それぞれのご家族、まあ、それぞれ人ですね、それ何十万人で住んでらっしゃいますよね、何百万人かな、ね、それぐらいの方の家族のお話があるから、なんかもうそれ考えるだけでもう目がクラクラしてしましたけど、なんか本当にうん、けどすごくお二人はやっぱ家族への思いがまあ 強くて、まあそうですね、本当にだからこそなんかこうお話ししてるのもすごく気持ちが伝わってきて、けどまあそういう方がね、僕の知らないところでたくさんいらっしゃるんだろうなという思いにはなりましたね。そうなんですね、そうなんです、面白いですね。でもこっちが要はご自、なんていうか自分が生まれた花時のご家族の話、うん、こっちが自分が作られた話ですよ ね、 ですね。いや、なんかちょっと読ませていただいて、私の生きがい支えていくことが私の生きがいですね、すごい印象に残って、うん、これも自分でご自身で書かれた、ね、あ、そうですね、やっぱり今作られたご家族への話だけでもやっぱ宇津美さんの家族感が表、それだけ今はね、そちらのご家族と住まれてて自分の作られたご家族なんですけど、やっぱもともと生まれたご家族のやっぱりその背景があるからこそ、なんていうんですかね、今のご家族へのなんかこう気持ちにもつながるところがあって、そこがやっぱりこう表現できた方がいいなと思ったんで、まあ、今のご家族だけの話じゃなくて、もともと生まれたご家族の話もこう入っていますね。どれぐらい、何回ぐらいお話をこうさせて、あ、お話だけど一度オンラインでさせてもらって、そうですね、そこで本当にいろいろこう、うん、まあ、長時間というか長い時間お話しさせてもらって、でその居酒屋さんでの生まれたっていうお話がなんか印象的だったんで、なんかそこのカレーをぜひ僕も
撮影させてもらいたいし食べさせてもらいたいって言って食べさせてもらいましたけど、めちゃくちゃ美味しかったです。美味しいですね。美味しかったです。美味しそうですもんね。写真見ましたけど、はい、そうです。食べに来たの、また行きたいなともすごく思ってるんですけど、けどまあそのお話を聞いてから食べるとやっぱりそのカレーのなんていうのかな、背景を知るとまたこう味わいもちょっと違うんですよね。味わい深かったです。ちょっとじゃあ最後になりますけども、あの改めてこう、はい、福岡の方にどんな思いで、まあ、この時期っていうこともありますし、見てほしいっていうのはありますか？そうですね、やっぱりこう家族写真って結構、まあ、福岡の方だけじゃないかもしれないですけど、まあ、多くの方にとってまあ身近な写真だと思うんですよね。まあ、そもそもやっぱ 写真っていうもの自体が身近だと思うんですよね。で、今年、まあ、去年から続く今年このコロナ禍の中では、僕あの写真をぜひ家族の写真を撮ってもらいたいなと思ってるんですよ。でそのこれ困難な中で撮った写真がやっぱりこう10年後とか20年後にはそのご家族の中でなんかこうかけがえのない写真になってると僕は思うので、今こう大変な時期ですけど、なんかそのこう一応整理もつかない思いも込めて写真撮ってもらえたらいいんじゃないかなと思ってるんですけど、なんかなのでこうどういう写真を撮ろうかなみたいなのになんか参考になったら嬉しいなと思ってますね。家族写真を撮るきっかけに。そうですね、ぜひきっかけになったら嬉しいなと思ってます。わかりました。すいません、長々とありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。はい、向こうに戻るっす。ちょっと、はい、じゃあ向こうに歩くと本当に。ああ、いいですか。はい。ふう。疲れたでしょ。すいません。いえいえ、ちょっと。まあね、本当にこう福岡でずっと写真展したいなと思う。まあイムズの中にあるこれアルティアムさんの。スペースは昔から知ってたんで、なんか写真展したいなってずっと思ってたんですよ。それ なんでなんですか。福岡でやりたいと思われたり。やっぱりこうなんですかね、普通っていうか、まあ、東京でやって写真、大阪で展示やってだけだとやっぱりこう限られるじゃないですか。まあ、四国もねあるし、まあ、北海道と東北とかもありますし、九州でもねこう写真展したいなと思った時やっぱ福岡でまずやりたいってなるじゃないですか。その時いろいろこうなんかこうアルティアムって写真結構写真展とかもやってるいいスペースがあるなってずっともう10年前ぐらいから思ったんで、もうやっとなんかこう念願かなった感じですごく嬉しいですね。いや、狙ってたんですね。じゃあそうですね、狙ってました。狙ってたんです。はい、本当、まあ、そういう意味でこう九州でこれだけ大きい展にさせてもらうの初めてなんで、今回福岡でやれて、まあね、やっと写真見れるわっていう方も多いと思うんで、うん、嬉しいですね。私ちょっと浅田さんがいらっしゃるって聞いて、って会社で大声を上げてしまったから嬉しかった。いや、こちらこそ本当嬉しいです。